はい、みんな授業始めるよって。何これ、すごい静か。一人残らず全員寝てるんだけど、ドッキリか何かだとしたら全然インパクト弱いんだけど、むしろ物足りないんだけど。なんかもう逆にがっかりだよ。はぁ、あ、先生おはよう。おはようじゃないよ、もう早くみんなも起きて。ほら、ダラダラしない。ああ、居眠りぐらいで怒んじゃねえよ。先生、居眠り怒ってるわけじゃありません。じゃあ何ですか、先生のこと裏でキャバ戦って呼んでること。違います、先生はみんなのドッキリのレベルが何キャバ戦って。ほら、キャバクラ先生だからキャバ戦。いい名前でしょ、俺がつけたんだ。いや、何してくれてんの君、ちっとも良くないんだけど。お願いだから今すぐやめて。そんなこと言っても無理だって、もう定着しちゃってるもん。それにもはやトドマツ先生じゃ通じないやつとかもいるぐらいだしな。嘘でしょ、やばいよ、校長先生に知られでもしたら首飛びかねないよ。それなら心配には及びません。なんで。校長先生も先生のことをキャバ戦と呼んでいましたから。おい校長、クビにするぞ。てかさ、キャバ戦。キャバ戦言うな。いつになったら授業始まんの。確かにな、2時間も使って自己紹介が終わってねえなんて前代未聞だぞ。しょうがないでしょ、君たちが好き勝手やるんだから。いい、前代未聞なのは君たちの方なの、この前代未聞大事が。先生、滑ってます。うるせえ。僕が思うに、先生がいちいち突っ込んでるから時間がかかっちゃうんですよ。え、まさかの先生のせいなの。うん。いや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 、じゃあ誰がこれ収集つけんの。だから適当に流してくれたらいいんですよ。いや、そういうわけにはいかないでしょ。そりゃスルーしていいんだったら先生だって全然そうしたいよ。楽だし、喉痛くならないし。でも動画的に絶対閉まらないよ。いいから始めてください。その代わり絶対に突っ込んだりしないでくださいよ、話進まないんで。はいはい、わかりました。もう絶対突っ込まないから。じゃあこの前の続きの自己紹介、金城くんから。はい、俺は金城慎吾、赤道の蛇、そして絶対に諦めない男だ。まだ大丈夫、ちょっと力の入った自己紹介だっただけだよ。あ、じゃあ次はルルーシュくん。そうだ、俺がゼロだ。黒の騎士団を率い、神聖ブリタニア帝国に挑み、そしてやめてよ、世界を手に入れる男。やめてよ、もうちょっと痛い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 けど突っ込むな、トドマツ、我慢だ我慢。じゃあ次は嘘でしょ、工藤くん、何仕掛けてくんの、怖いんだけど。お願いだから変なことしないでよ。俺は高校生探偵工藤新一、はい、幼馴染で同級生の毛利蘭と遊園地に遊びに行って、黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。もう聞いたよ。取引を見るのに夢中になっていた、背後から体が縮んでしまっていた。いや、どのタイミングで縮んでんの。取引見るのに夢中になって体が縮むってどういうメカニズムしてんの。もう突っ込まないようにって我慢してたけど、もうこれは無理だよ。そんなに突っ込みたければ先生辞めて芸人になればいいじゃないですか。うん、そうするよ。